毎度様です。毎度様です。おでこが後退してきた山内です。ですね、この動画ではね、有料コンテンツ、俺のホームページの有料コンテンツって、まあ1個しかないんだけど、ソロコンパスを作ってるんですよ。作ってるんです。で、それを今ちょっと一新つうか、まあ、ちょっと変えつつありまして、まあそれの紹介というか説明というかですね、をしていきたいなと。今ね、2021年8月22の時点で、36ぐらい増やしてます。以前のやつは去年だったかな、作ったやつは大文字で始まってますけど、今回は小文字で始まってるやつですと、上の方に表示するようにはしてあります。ほんでね、今回の目玉はというか、セビジャーナス1曲分っていうのを作ってみたんですよ。テンポが多分12個ぐらいあるのかな、遅いのからめちゃくちゃ速いやつまで、12個用意してあるんですけど、これが、まあ、1曲分というか、1番から4番まであったら1番分、イントロから歌の終わりまでっていうのがあって、なんか試しに145、これ、まあ、見てもらうと分かると思うんですけど、セビジャーナス104、例えば145だったら、まあ、BPM ですね、145。これ後から計測 してあるんで、ちょっと正確ではないかもしれないですけど、145でカッコ4って書いてますけど、これは最初のイントロのコンパス数です。まあ、ちょっとなんか弾いてみましょうか、1曲分ね。フライング最初とランタンって束入ってます。それが456、その次から4コンパスイントロが入ってます。これ便利じゃないですか？そんなことないかな。これ便利だと思うんだけどね。っていう感じでテンポがどんどん上がっていくんですけど、これでね、すごく伝えたかったっていうか、すごいね、遅いセビジャーナスを踊る時あるじゃないですか。踊る方が、その時で、まあごめんなさいね、日本人の人って本当にその最初のアクセントの位置が全然違うところにあって、そこからパッパラッパラ、ラスギャードがラスギャードしてるっていうか、もうひどいの。ほんで、まあ、遅いのも用意したわけですよ。これがセビジャーナスのノリですよっていうのをね、だからこれを参考にしてね、なんか少しでも正しい人が増えればなと。
のノリで弾ける人いないんだよね。これはどうにかしなきゃと思いますよ。うん。でまあ早いのはね。早っ。リフォーラーリブレとかじゃないと使えないかな。はい。でね、まああとは最初からいくと、ブレリア。ブレリア好きですからね。で、例えば何からいこう。206？ よいしょ。ほとんどメディオでほとんど同じパターンです。でテンションが高いです。全部うるさい、うるさいやつばっかり。これね、なんでこのテンション高いのばっかり、このやかましいやつばっかり叩いたかっていうと、あのね、その簡単に言えばですよ、簡単に言えばアクセントってアクセントがついてるついてない、アクセントがついてる音っていうのは、日本人側からの感覚から見ると突っ込んで入ってるわけですよ。早めに叩いちゃってるのね。でそれがすごくグルーヴに聞こえるんですけど、例えばさ、踊りの、エスコビージャとかってあんまりこう大小つけて叩かないじゃないですかね。それってまあね、踊り足のエスコビジャのセンティードが分かってればそのノリで叩けるのかもしれないけど、まあそういう意味もあったりね、いろいろあって、もう平たくただパー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 とか叩くんだけど、あのね、その強さ大小の差があんまりないなく叩いてるじゃないですか。でこの収録してあるやつ、俺が叩いてるやつはこの大小がめちゃくちゃあるやつなんですよね。で同じこと喋ってるかな、まあいいや。で大は小を兼ねるで、その大小叩いててもその中にちっちゃいノリっていうか、その平たく叩いてるものっていうのは含まれてるんですよね。内在してる。でもちろんスペイン人が平たくタタ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 って叩いててもノリあるんですけど、日本人はそうじゃないでしょ。ね、ごめんなさいね。うん。そうなのよ。例えば1と3が強いっていうか長いっていうかね。そういうセンティードで平たく聞こえてる音も叩いてるだけど、まあまあとりあえず大は小を兼ねるっつうことで、もうほとんどこのパターンしか入ってませんね。で あとメディオの一つだけね、12拍子になっちゃったやつがね、叩いてて足踏んじゃって238ってやつが足の音入っちゃってるんだけど、これは12拍子になっちゃってるんだ。まあエスコビジョンとかで使おうと思えば使えるんじゃないかな。ヘレスっぽいですけど、ヘレスでパルマを押さえておけば、ほとんどの地方は内在してるので、
うん、まあ詳しく話すと長くなるので大丈夫です。でね、ほらこれ MP3 でダウンロードできるようになってるんですけど、アプリでさテンポをこう変えれるやつっていっぱいあるので、それで適当にテンポ変えてやってもらっても、テンポ変えてもこのブレリアとかタンゴとか、まあ タンゴもそうだね、タンゴとかアレグリアとかは、まあそれはもうそうか、セビジャーナスファンタンゴはちょっと変わっていくけど、テンポをそのアプリで変えてもそのセンティードは変わらない。また、ごめん悪口だけど、日本人が叩くパルマはもともとセンティードがないからあれなんだけど、テンポを変えたらもう使えないけど、まあ、これはちゃんとスペイン人のセンティードで叩いてますので、ほんでブレリアン老眼なんだよね。200、これはパン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 だったな。こういう単純な、まあ練習よりね、まあ何でもいいんじゃない。パンパンパンってやつは強弱というか大小がないので、まあ一番平打ちには近いですけどね。うんうん、まあいいや。なんでこれ200にしかないんだろう。まあテンポ変えて使ってください。あ、そうそう、でね、結構バラバラ、パルマがなんかこうバラバラに聞こえると思うんですけど、これも一人で叩いて叩いてるけど、ちょっと叩いてるから、ちゃんと叩い、同じ姿勢とかで同じ精神状態とかで叩くと、もうぴったり同じになって面白くないので、バラバラに聞こえてるやつはあえてやってるなっていうのを分かってほしいんですけどね。でもそのスペイン人って例えばその突っ込んで入っても、まあ体の中の話すれば、こうお腹で支えてるわけじゃないですか。そのお腹で叩いたものを支えるそのタイミングっていうか、もうノリ自体が変わらないので、その結構ほら CD とか聞いてもさ、バラバラなやつあるじゃないですか。パルマ大丈夫って最初思ってたけど、今になって分かるのは、結局ノリが一緒なんだなっていう、だから別にバラバラでも、ノリが同じところにいる人という想定でバラバラです。座ったり、立ったり、スクワットの途中みたいな体勢で叩いたりとかですね、いろいろやってます。で、タンゴもねやんちゃですよ。基本的にブレリアもそうですけど、まあヘレスっぽく叩いてますけど、だいたいどこの単語とかでもできるようにしてあります。そういうふうに叩いてます。でね、あとはね、ガロッティン、単語の遅いやつとかも、これはちょっと遅いやつはまあ練習ですね。
そうだ、ガロティンもあえてガロティンが113だって。これどんなんだっけな。でこのガロティンはまあ例えばギターでいうとゴルペの位置とか叩くとこは違うけど、ピジャージョ、単語でマラバとかも、弾けるようにはしてあります。セビジャーナスは言った。それはまだ1個しか作ってないや。これはもう机叩いてます。これを何コンパスか取って、あと2人の山内くんにやってもらっただけですけど、パルマもやっときます。あとはアレグリアスは2個あるけど、156が2個あって、こっちの、1、2があって、1、1、1って書いてないけど、1番目の方はあんまりその大小つけてないで叩いてるんで弾いてて面白くないんですよね。気持ち悪いな。まあアレグリアス自体そのペソがない、まあその大小の差があんまりない、強弱のね差があんまりないので、まあそういうパルマのパターンですね。それはと違って、まあそれはボルブレディとかと違って、その大小の差があんまりないので、こっちの方がね、まあエスコビジャでこれ使っていただける方がいるのであれば、こっちの方が使いやすいかもしれない。で2の方はもうやんちゃな方ですね。すごく遅く再生しても特に何て言うのかな、アレグリアの156の2ってやつね、これはね遅く再生しても結構、センティードが保たれたまま。
ファンダンゴ、ファンダンゴ、まあこれはウェルバーですね。ウェルバー、しかも、ウェルバー、ウェルバー、あのウェルバー県の中のウェルバーの海苔、ちょっと重ためには作ってますけど、まあ昔重たい人も多かったからね、ファンダンゴ。例えば、これはね、1、2、3、4、5、5種類の速さがありますけど、まあ今は遅いの難しいんだよね。152。じゃだね、遅いのがこれはすごい弾くのが、これでちょっと間違った弾き方で練習されるのは怖いんですけど、あの例えば121ね。単ギージョがあった。この単ギージョはちょっとやんちゃで、これは撮り直しますね。ちょっとマイクの近くで撮りすぎたっていう。で、今回録音したやつは、うちに土間があって、土間めちゃくちゃ響くんで、ナチュラルリバーブなんですけど、これがめちゃくちゃちょっとやんちゃに録音してしまって、ちょっとまあいいか。あ、テンション高い。まあこれはテンポ変えてもね、センティード変わりませんからね。あとね2拍子系っていう、あ、ごめんなさい、小文字のやつが今回って言ったんだけどね、小文字も大文字もないわな、2拍子系は。2拍子系の5862っていうやつ、これがですね、踊りの、まあティエントとか、なんだタラントとか、まあそれこそガロティンとかか、あの遅い2拍子あるじゃないですか。それのあれって、まあいろんな乗り方があるというか、その時にもよると思うんですけど、例えばまあこういう遅いやつね、こう一拍ずつを細かく分けてるような乗り方とか、あとはもう本当に歌がリブレというか、まあこれはギタリストの出し方とかバルメロにもよると思うんですけど、
これはないか。まあその2つ2拍子ずつ乗ったり、ダン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 、まあタンタンって乗るのはね、単語でマランガとか、まあティエントもそういう時あるな。うん、まあまあね、その歌い方とか歌の種類にもよりますけど、それよりもえぐいよっ、1、2、3、4、5、6、7、8っていう4拍子で乗ってるっていう、ちょっと意地悪なっていうか、こういう風に弾く人もいるし、これで弾けたら多分、このノリ出せたら多分あのね、はい、言葉が出てこない。2種類、もうちょっと遅いやつがありますけど、おお、重い、めちゃくちゃ重い。鍛えるためだと思って、ですね、そんなもんかな。そう、基本的に全体やんちゃに作ってますね。でやんちゃに作っているけど、そのやんちゃの中にはこのね、ちっちゃいおしとやかな部分もですね含まれてますので、そこはね、そこはでもね、どう捉えるかだよね。あとはね、そのパルマの音に合わせて弾くっていうのをやめた方がいいですよね。そのコンパス使う時の難しさっていうのは、あのそのノリをつかむっていうことをしないと意味がないので、そこですよね。弾かない、まあいいや、レッスンじゃないんだからね。そんな感じでございます。今のところ、36パターンとセビジャーナス以外はですね1曲10分にしてあります。まあ10メガぐらいかな、まあ、そんなに最近の携帯だったらいいんじゃないですかね、重たくなくて。うん、まあ昔のもあの全然使えるんですけど、あの
結構平たく作ってあるので、あえてそれをやめてですね、今回はちょっとやんちゃんに作ってみましたと、やんちゃんに叩いてみましたという感じですかね。うん、って感じでございます。